皆さん、こんにちは。私の名前は、エイトの堀内直子と申します。よろしくお願いします。エイトが2016年に開始した、新たなプログラムで、子どもと若者たちが参加しながら、そこに、私たちやアーティストといった大人たちが関わり合うことによって、子どもと若者と大人が様々な、芸術表現や思考を通して、視点を深め合ったり、いろんな生き方や考え方を学び合うようなことを目指しています。芸術の歴史を振り返ってみるとですね、様々な芸術家が、子どもたちの表現や考えに魅了されて、自分たちの制作や表現を推し進めていく上で参考にしていたというような背景があります。例えばここにあるようにですね、ポール・セザンヌなんかは1907年、晩年になってからですね、私は子供になりたいというような言葉を残していたり、皆さんがよく知るピカソなんかもですね、子供は誰でも芸術家だ、問題は大人になっても芸術家でいられるかどうかだというような言葉を残しています。2020年にですね、始まった世界的なパンデミックであったりとか、気候危機や温暖化といったような、人々の不安や混乱が近年とても多くなる中でですね、こうしたメンタルヘルスの課題というのは、特に子どもであったりとか、若者にも大きな影響を与えているというふうに考えます。で、例えばこれはですね、厚生労働省と警察庁が出している、グラフですけれども、コロナ禍の2020年を見ただけでもですね、子どもの自殺率というのは、過去最多の人数というのを記録しています。